三遊のテンハグ電撃解任へ、明日10月9日に何かが起こる可能性。トーマス・ツッヘルはマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に前向きで、準備もできている。エリック・テンハグの運命は明日決まる。そうしたんか、ディスコマラ。さようならテンハグ。テンハグありがとう。本当に楽しませてもらいました。素晴らしい決断が明日下される。プレミアリーグから偽りのハゲが消える。マンユナイテッドにはテンハグが必要です。全員ではありませんが、マグワイアとラッシュフォードにとっては素晴らしいマネージャーだったはずです。テンハグ解任でいいよ、もう無理だし。テンハグの言い訳って毎回意味わからんからな。こいつの言うこと聞いてたら冗談抜きで降格する。試合を毎回前向きな発言できるメンタルは褒めるけど、それ以外はクソ。無駄にトロフィー獲得しちゃってたからな。我々は成長している。あとはトロフィーを待つだけだ。こんなコメントするやつ信用ならん。リーグ優勝まで20年かかるだろ。今解任でうまくいく保証もないけど、挽回できればまだまだウェイフィニッシュは全然見える。テンハグ続投なら今シーズンは捨てる覚悟を持たないといけないと思う。テンハグ解任された後のユナイテッド新監督がスールシャールかサウスゲートになったら笑い死ぬかもしれん。何もつける翔平戦でもファンに捨てるロイでダメなん。今のユナイテッドに行きたがる監督はまともじゃない。デリットとマズラビ取り立ったことは、テンハグに1年は任せるつもりなんだろうなと思ってるよ。